聖書を開いてください。第二コリントの十二章ですね。九節からもう出てますね。早いな。お読みします。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力は私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。お祈りします。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一応年末のコンサートのオーディションの結果が出ました。非常に接戦で、落ちたチームは惜しかったですね。特に次点の3番目はノアですね。次点の2番目はエウカリで2点差ですね。次点はトリオオブライフで1点差という形でした。それで14チームが一応出演することができるんですけども、14位がザ・ゲート・オブ・プレイズ、これが14位です。13位がバイ・ヒズ・スピリット、12位がトゥルース、11位が社会人会ゴスペル・クワイア、10位が風の響きフィルハーモニー、9位がウラノス、8位が星野くん星名くんね、星名くん。それで6位が同点で、パトリスとプレジールが同点です。で5位がラスポーザで、4位が、ラベイユ、3位がキブツ、2位がインマヌエルとなります。で1位がベラカ、こういう結果になりました。ですから1位から14位までのグループが出場するということになります。それでカンボジアの映像ができていますのでですね、その映像をまず見たいというふうに思います。なかった方がいい。
カンボジアはですね、今私たちの個人の働きの象徴的な個人としての働きを全うしているんですが、最初前田さんが指名されて、そして単身渡ったんですよね、カンボジアにね。そしてそこに内戦があって、もうそれでも士族なということでね、そこにいらっしゃって、そしてそこでカンボジアの個人がね、神様によって形成された時に、まさに聞き従った一人の姉妹を通してね、わざわざされたということを思います。ただ最初の個人の示しはカンボジアではなかったんですね。フィリピンに作りなさいということで我々踏み出したんですよね。そしたら向こうから連絡があって、300万円必要だってね。で、私はお金が関わると急に信仰がなくなる癖がありましてですね、それで一気に我々は引いてしまったのですね。でその結果何が起こったかというと、本来一番最初にできるべきフィリピンの個人ができなかったんですね。まあ、その後ねエディたちがいろいろ頑張ってやってくださいましたけども、本来はカスティオ牧師の個人が我々の個人であったのではないかと思うんですね。でこの時に明確に聞き従った結果と聞き従わない結果がね、こう表されている。でその中でね、主がどういうふうに技をなされたかということを見せてくださってるなということをね思います。それとともにカンボジアの個人を見ながら思うのは、教会になった後大きな変化があったというふうに感じるんですね。それは礎の石っていうね名前がカンボジアの個人に与えられて、土台石としてね、神が用いるぞっていうことを言ってるわけですよね。それが教会になった後ね、具体的にいろいろ動きが現れてきてね、賛美においても素晴らしい賛美が生まれて、それから賛美チームもなんかビジョンを持ってね、今度は白馬に来てギフスを破るとかなんか言ってるらしいですけど、いろんな働きが始まりましたよね。こんな時にね、主の言葉の成就が始まったなっていうことを感じます。ですから重荷のある方々はね、さらに祈ってください。個人における神の技がね、これから大きく始まっていきますので、それを見といていただきたいと思います。それでイスラエルの今度行くツアーの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
神様はね、映像とそれから音楽の働きを組み合わせることを言ってます。映像自体それから音楽自体もゴスペル自体も非常に強力な働きをするんですが、それを組み合わせることによってさらにね、神様の働きが進むということを言ってるんですね。ですからどうぞ皆さんね、熱心にそれを求めていただきたいと、こういうふうに思います。今映像を見ながらね、特別なやっぱり臨在とか力を感じますよね。そしたら先週聖会にいるときにね、一つのことが気づいたんですね。すごいなと思ったんですね。それは何かっていうと、例えば私たちがですね、映像を作って賛美を載せますよね。でその時にですね、普通の教会がやるとね、賛美に版権がかかる。ところがなんと我々はですね、風の響きがあるから1000曲以上のただの曲を持ってるんですね。でその時にね、もう主は仰みました。風の響きを作る時にね、新しい賛美を作るっていうことのみでしか私は考えてなかったんですね。それができてきてね、素晴らしい主の恵みを受けてるんですが、しかしね、同時にそれがね、映像とともに用いられるポイントとして神様を作っていたなっていうことを感じたんですよね。それでね、主を崇めました。ちょっと主を崇めたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、これは主の手のあることなので、主の手のあることはね、進めていく必要があります。それは何かと言いますとね、私たちの力以上のものが働くからです。神の力がね、知恵が起こってくると。それとともにですね、映像の働きを使えっていうことをね、主が語っておられるんですが、戦国時代に戦国大名が鉄砲を取り入れたですね、それと同じような効果があるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。それは映像自体がいろいろな、アピール力を持ってるってことがあるんですが、それとともに今映像がね、発達していってるんですよね。それで CG じゃなくて、なんだっけ、バーチャルリアリティというかいろいろ来るんですね。そうなるとね、こういうこともできるようになるわけですね。皆さん今東京にいるし地方にいると思うんですけど、その方々がね、全員ね、ガリラヤ湖の湖畔で共に礼拝するっていうね、もちろんバーチャルだから実際のことではないんですが、しかしまさにそのような環境の中で礼拝するっていうことができるわけですよね。そうするとね、底知れぬ力を持ってる。明らかにこれは、映像を使ったのと使わないのは、鉄砲を使うのと使わないの同じような力の差を持つということですよね。ですからね、必要なことを使っていくっていうのは重要であって、その中で主の恵みはね、豊かに表されていくので、期待しつついくっていうことは大きなポイントです。ですからどうぞ皆さんね、映像を学んでください。まどかさんだってやってんだからで、ガクトだってで、そこがいいねしてきたっていうわけでしょ。だからよくも学校とまで入れましたね、具体的にね、そういう力を持ってるっていうことですよね。それとともにですね、イスラエルチームを通して思うのはね、なんか批判する人たちは、私たちがイスラエル大好き人間だっていうふうにね、そういうふうに批判してるっていうのを聞いたことがあるんですが、私別にイスラエル大好きじゃないんで、嫌いじゃないんですよ、もちろん好きですけど、そんな大好きでもない。ただ天のエルサレムを神様はね、深く私たちの心の中に印象付けようとしてるってことは感じるんですね。イスラエルね、私たちが、天のイスラエル、エルサレムのものであり、天の国籍のものであり、永遠に生きるものであり、そして永遠にこの世を継ぐものであり、そしてね、使わされたものであるっていうことを強く教えようとしてる。でこれはですね、隠されているんです。なぜ隠されているのかというと、日本の牧師知らない。私も牧師になってね、いろいろ働きをして、いろんな働きが進んでいる中でね、よく分かんなかった。天のエルサレムのことなんてね、それが天国だってことも知らなかったし、天国の実態とか、実態って言うと変な話になりますけどね、そういうことを私ね、意識してなかったんですね。そしてその時にね、
あなた方の国籍は天であるっていう、そのことぐらいが時々言われていたんですが、それとある時気がついたんですね。これはね、神様が語っている重要な真理のことが明確になってない。でそれでね、いろんな形で 主がね、我々に教えてくださったっていうのはありがたいことですが、それはね、考えてみるとね、重要なことですよ。これは根本的なことですよね。それが見えなくなってるっていうのはね、これはね、特別なサタンの働きがあるっていうことを感じますし、また同時に神様はそれを開こうとされているのは、それが開くことによって私たちの霊的な祝福っていうのは大きく広がるっていうこととともに、これからね、我々が永遠に向かって生きる中で重要なポイントを持っているということをね、覚えておいてください。それで10月が年度終わりで11月が年度始めなんですが、その年度の変化においてね、今まで起こったことを感謝するということが必要ですし、これからの言葉をいただいてスタートするということが必要なんですが、同時に神様が意識させようとしているのはイスラエルからって言っていることを通してね、何が分かるかというと、我々が天のエルサレムのものであり、天のエルサレムからこの世に使わされるっていうね、そういう図式を主がね、印象付け語っておられるというふうに感じるんですね。でこれは、リバイバルの働きが起こってますが、そのリバイバルの働きに大きな影響を与えるとともに、それから迫害の問題がね、起こり始めてますけども、そこにも大きなポイントがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですからね、天のことを開いてくださったり、天のエルサレム、また我々が霊的なイスラエルであることをし、いろんな形で開いてくださっている神様に感謝したいと、こういうふうに思います。であんまし話じゃダメなんですけど、パウロの映画の宣伝がありますので、それをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope.To bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world. Luke, am I dreaming? I'm here. Rome is stained with the blood of our brothers and sisters. No! This is what trusting God gets you. People are desperate. We're the only light left in the city. I cannot fix their faith. You can inspire their faith. You risk people looking to me before Christ. The day I heard you preach, my God, I saw Christ in you. There are men, women, children that will never meet you. There must be a handwritten account of your acts. What do you really know about these Christians? I am concerned with these documents. We've got to get these out of Rome.Think that we are plotting an escape. Write another word and I send you to whatever god you want. Luke! I've gathered men to overthrow Rome. To what end? Justice! They want revenge. No! Why not? Love is the only way. When the moment comes, you will have the strength to do what is right. Your people died today. This world doesn't know a thing about love. Where sin abounds, grace abounds more.パウロの映画は11月3日にから放映されますので、東京ではね、渋谷だけで行われますね。でこの時にですね、このパウロっていう
この器にね、特別なやっぱり神の手があるなっていうことを感じます。それはパウロがね、どう見ても最も用いられてるからですよね、具体的にね。でその時にちょっと感じるのはですね、パウロの救われ方ですよね。だってクリスチャンを迫害して捕獲してったんでしょ、殺してったんでしょ、迫害者ですよね。しかも何の悔い改めの身もないなわけですよね。それがね、神の光に照らされて悔い改めでしょ、あれ完全に神の恵みですよ。あの人地獄の一番熱いところに行かないといけなかった人ですがそれをね、神様は救われたでしょ。でこれでね、表していることがあるというふうに感じるんですね。それとともにね、このパウロはその中でね、罪人であるパロが器に選ばれて、そしてね、最も働きをしたわけですよね。最悪のものがね。でこれは神の愛の深さとね、神の恵みの深さっていうのを神様に表しているっていうことを感じます。でパウロほどの罪人はこの中に一人もいませんよね。しかしね、神様はね、その罪人に特別な許しと愛の恵みを与えてください。でその罪人を用いたっていうことにはね、要するに特別なメッセージがそこにあると。でどうぞ皆さんね、その愛の神のうちに我らがね立って、その愛の神の導きの中でね全うしていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今回のテーマはフィラデルフィアの教会です。黙示録に出てくる7つの教会の中で最も興味深いのはフィラデルフィアの教会です。それはフィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという言葉があるからです。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐を持って神様の言葉を守ったからです。それではこの守ろうとはどういう意味なのでしょう。大患難時代を体験するが、特別な守りがあるという意味ではないと思われます。なぜなら聖書で主の器が苦難の中何度も助けと奇跡を体験していますが、それは神の一般的働きであり、当然患難時代にある他の6つの教会にもそれがあるはずだからです。この守ろうというのは敬虚を表すものと思われます。フィラデルフィアは耐え切ったので大患難時代から守られる、敬虚されるという意味と考えられます。つまりフィラデルフィアが敬虚に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味しているのです。ちなみに他の6つの教会はまだ耐え切ってはいないので、フィラデルフィアのような特別な恵みはないと思われますが、それぞれの聖書箇所に勝利を得るものとあるので、他の6つの教会の人であっても敬虚の条件を果たせば敬虚されると思われます。もちろんたとえフィラデルフィアであってもこの条件を果たさなければ敬虚されないと思われます。いずれにせよ敬虚に関しての特別な恵みが与えられているフィラデルフィアに比べて、他の6つの教会では敬虚されるものは少ないと思われます。敬虚は教会と個人がポイントとなりますが、フィラデルフィアの教会はまさに敬虚のポイントの教会です。また黙示録3章7節や12節を見ると、天とエルサレムとの関係が書かれています。フィラデルフィアの教会は敬虚だけでなく、天とエルサレムとの関わりにおいても特別なポイントがあると思われます。それではまた。黙示録の最初にですね、7つの教会が出てくるんですね。これは歴史上常に7タイプの教会があるっていうことのこの象徴です。この7つの教会のうちに誉れているのはスミルナとフィラデルフィアですね。でフィラデルフィアは一
一番優れている教会ですけれども、スミルナとの違いはですね、スミルナは試し前なんですね。でフィラデルフィアは試し後で、試しに勝ったんですよね。勝った。例えばこういうような感じですよね。いろんな試練とか困難の前には神様素晴らしいと思うんだけど、試練とか困難を受けて試される。でその中で素晴らしいっていうことをさらに深く理解する人と、そうでない人に分かれちゃう。そしてフィラデルフィアはさらにその試練の中で神様の恵みを深く捉えた教会であるっていうね、そういうような感じですよね。それでフィラデルフィアの教会の特徴はですね、2つあって、1つは神の言葉に立つ、そしてもう1つはですね、神に聞き従うっていう、聞き従い尽くす。だからこの2つのポイントをしっかりとね、皆さんしておいてください。それで非常に印象的なことがあったんですね。で我々がトルコに行った時に7つの教会を行ったんですね。でどういうわけか、一番最後はフィラデルフィアだ。そしてね、ここでね、あなた方に少しばかりの力があったので門を開けといたって書いてあったでしょ。で我々がね、フィラデルフィアに入った時にはその時間切れだったんですね。10分か後ぐらいに、ね、入ってね、そこでね、門が閉じられていたんですね。まあ、それがどうしたっていうかもしれませんが、で我々はね、摂理的に感じました。ああ、我々はね、フィラデルフィアの教会ではないということを主が示しておられるんだな。でその後ね、次か次のチームでフィラデルフィアに行ったんですね。それはフィラデルフィアの教会に向かっていけば行くよと、当たり前じゃないかというかもしれませんが、我々は摂理的に受け取りました。そしてね、フィラデルフィアの教会に入れた、ね、そういう実質を持てたというふうに私たちは想像しております。ただし実際的にはね、神の言葉にしっかりと立ち、最後まで従うということが一つポイントとしてあるので、どうぞ皆さんそのことを覚えておいてください。そしてこの教会が強力な力を表します。強力な力を表しますね。技が起こってきます。栄光が表されます。ですからね、皆さんね、フィラデルフィアということを覚えつつ多様な人でください。また、個人においてはね、神の言葉に立つものと従うものはね、強烈な力を持ちます。具体的にね、で神の技が現れます。皆さんが従ってるからね、そういう神様の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。私はヨタヨタしてるんですけど、そんなヨタヨタしてないんです。本当はなんか、マジギラが助けてくれちゃうから、なんかヨタヨタしてるように見えるんですよね。しかしね、皆さんと同じように私もね、神様のことを信じてますからね、信じているレベルで神様の強力な技が起こります。で皆さんにも起こってくるのでね、しっかりと神に立っておいていただきたいと、こういうふうに思うのですね。それで大阪行ったんですね。地方教会行ったんですね。まあ、行った理由は一つあって、それは何かというと、イスラエルチームがあるでしょう。でイスラエルチームがあるために体力の回復をしておかないといけないんですね。でそのためにね、ちょっと無理をしてもいろんな正解やなんかも出てるわけですね。具体的に今日もね、オーディションでね、なんであれ4時間もやるんですかね。もう途中でガチガチですよ。だって先週はだってベッドで絶対安静だったんだから。具体的にね、その試練の中を通ってきてるわけですよね。それでまあなんかみんなイスラエルに行かせたいみたいで、そういう方向で全てが動いてますよね。イスラエルに行かない、ただ一つの理由はどっかで倒れるかなんかしかない。まあ、倒れることはないと思いますけどね。そしてね、地方教会に行ってちょっとあれと思ったのはね、何かっていうとね、今まで私の向かい方が違うんですね。あ、来てるっていうのは今までなんですね。
あ、また来たみたいなね。感動を持って迎えてくださるんですよね。なんか死んだ人が蘇ったかのようにですね。で、来るとは思わなかったってね、まあ、そういう感じですよね。まあ、で来るとは思わなかったっていうのは、主が行けって言ったことと、要するにイスラエルがあるから、まあ、多分イスラエルに行くのは御心なんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、あのそういう歩みの中でね、動いているっていうことですよね。それとともにですね、一つ頭に来たのはですね、何かっていうと、病院行くじゃないですか。病室行くでしょ。あの診療を受けるお医者さんの診療とかなんか受けるじゃないですか。あるいは看護師さんが来たりなんかするでしょ。そうするとね、必ず言われるんですよね。娘さんですかって。あったまきますよね。何が頭くんのかっていうとね、だから夫婦なんだから。で、私はどう見たってね、あの父親と娘の関係には見えないわけだから。そしたらマジケガン君見て、息子さんですかって言うんだよ。あの秋元家はね、太ってない。だからね、ムカッとすることがいっぱいあるで、またね、あえて聞いてくるんですよ。先生やなんかも一緒に入っていくでしょ。そうするとね、あえて聞いてくるんですよね。なんか関係を確認したいというふうに思ってるのかもしれませんけどね。まあ、だからそういうような感じですね、動いております。それで、聖書にちょっと入って、あ、すみません、さっきね、夢の牧師に今日は短く終わるから長い説教用意しておいてくれって言ったんですけど、ぐーって進んじゃったですよね。それで、一つ重要なポイントはですね、あのクリスチャンっていうのは良いことを通して祝福されます、ね、皆さん嬉しいでしょ。楽しいでね、素晴らしいなと思いますよね。で、悪いことも来るわけですよね。で、クリスチャンの素晴らしさはね、悪いことを通しても祝福される。つまり私たちは祝福されてるんです。じゃあ悪いことはどうして祝福されるのかっていうと、もう御言葉に書いてありますよね。神を愛する者のためには神は全てのことを働かせて益としてくださる。だから私たちが神を愛して従うときに、問題とか困難が益として働いてくる。全てを感謝しなさいってね、全てはあなた方のためですって書いてあるでしょ。ということはね、普通のことと違うんですね。どうしてあれが書いてあるのかって、我々の祝福祭だからです。そしてね、良いことでの祝福っていうのは信仰がいらないんです。そうでしょ。例えば皆さんにね、じゃあ今日礼拝に来てる人はね、ちゃんと礼拝に行きましたから1人1万円あげますって言った瞬間ね、目が覚める人がいるでしょ。で、皆さんね、嬉しいでしょう。で、具体的にね。でもね、なんか問題とか困難が起こっているときは違うでしょう。で、その時に実はね、祝福されてるんです。何をデタラメ言うのかっていうかもしれませんが、根拠がありますよね。御言葉です。御言葉は明らかに祝福を示しています。皆さんが嫌だなと思う問題、困難だなと思う問題、それから、ね、私なんかね、侮辱されてるわけですよね。娘さんですかとか。で、娘さんができたらどういうことを言われるんでしょうね。お孫さんですかとかなんか言われるかな。で、侮辱されてることもあるかもしれませんよね。でも皆さんね、それはそうではないって書いてある。どこに書いてあるか、聖書に書いてある。
そしてね、信仰を通して、信仰を通さないとね、悪いことを通しての祝福を受けない。で、良いことの祝福はね、信仰を通さなくたって受けるんですね。誰だって良いことが来るならね、嬉しいなと思う、楽しいなと思うんですね。でも悪いことが来るとね、要するに悲しいなと思うし、嫌だなと思うし、苦しいなと思うわけですよね。これは当然ですよね。しかしね、実は違うわけであって、その時に神の言葉を通す、信仰を通す、その時にその実態が分かってくるわけですね。全てはあなたのためであるっていうのは、どんな悪いことが起こったとしても私たちのためである。で、その時に我々が信仰の対応を取るか、あるいはね、神様なんで、どうして私はこういうことが続いて、どうして私はこういう目にあって、どうして私はこういう祝福問題にあるのかっていう考えの中に沈んじゃうのと、実はね、結果が違う、結果が違うんですよ。最近ですね、再び病院関係者との関わりが大きくなってきたんですね。そしたらね、この間後ろの方からね、パウロ・アキモトさんって言われたんですね、看護師さんに。で、後ろ振り向いてよく知らない人だったんですね。で、私思ったんですね、パウロ・アキモトさんってあの人言ったのかな、どうかなって。だからね、ちゃんと挨拶しなかったんで、私の聞き違いかなと思ったんですが、その時ね、不思議さんが車椅子を押してたんですよね。そしたら後で話した時に、パウロ・アキモトさんって言ってたねって言って、あ、やっぱり本当にそうだなってね、思ったんですね。だから、なんか知ってる人がいたんでしょうね。そしてね、病気に次ぐ病気ですね。でもね、これが私なんです。要するに若い時の私の体の状況っていうのはこれだったんですよね。具体的にね、来るわけですよ、いろいろ来るわけですよね。しかしね、一つ教えられたことがあるのは何かというとですね、これは祝福の前触れであって、大きな祝福のポイントがここにあり、そして祝福が開かれていくということを知っているんです。それで皆さんもね、御言葉を通して知っていると思いますよね。今皆さんが嫌だなと思うこと、どうしてこんなことが許されるんだろう、このような状況が続くんだろう、このような痛みがあるんだろうということに関してね、これはあなた方を懲らしめる神の杖ですなんてことはないんです。もちろん皆さんが罪を犯していて悔やんでいるためにそれが許される場合はありますよ。それは皆さんね、益となるんです。益となるだけではなくて、私たちを立て上げるんです。どうして立て上げるのか、私たちは祝福されてるんです。私たちは祝福されてるんです。良いことでの祝福ってのは、新興宗教の人だってそんなのは誰だと思います。で、クリスチャンの特徴はですね、悪いことを通しても深い神の恵みと祝福がそこから溢れ出てきて、豊かな恵みが溢れるってことにポイントがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ちょっとすみません、時間が長くなっちゃって、あと5分ですよね。5分で賛美して予言してセミナーやってくださいますかね、おいの、なんか誰か言ったな、あ、福ちゃんが言ったかな、ね、いいですかね、お祈りします。賛美チーム3番まで歌ってちゃダメですよ。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。